スープと合わせ、具材をトッピングしたら完成。熱々を一口食べてみると、コクのある味噌のスープと縮れ麺がとてもよく合います。ほんのりとバターの風味も感じられて、とてもまろやかな味わいです。カフェさんが帰ってきたら、豪華ラーメンでお帰りを使ってあげたいと思います。洋風ラーメン、ユニークなカーリング動画が話題と。